よーし。あ、え、プリンスだ。プリンスだ。プリンス、プリンス。ヘイプリンス。すっ、あ、でっかくなった。ザ・ヤング・プリンス。これもう一個やったらもうオールド・プリンスになんねえかな。あ、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 あ。よー、すげえ。すげえ、かっけなんだ、これ。しかも、おいおいおい、じゃあお前安定しねえな、しかも安定しねえな。よっすはい、こんにちは、アルです。ということで、オアスポーンやっていきましょう。ということで、前回は、何したんだっけ？すげえ腹減ってんだけど、なんで？前回は確かそうだ、キングじゃねえ、あの、プリンスを、確かゲットして、で、なんかでっかくして、なんかその辺に置いといたと思うんですけど、なんだっけな、なんか、ガーディアンソードで、ガーディアンソードであいつを右クリックするとなんかステイモードになって攻撃しなくなるって話をなんかどっかで聞いたと思うので、ちょっとまあとりあえずそれをやっていこうかなと思います。でもうもう残すボスはクイーンだけなんですよ。クイーンだから、ちょっとそいつにまあ備えても準備していこうかなと思うんですが、でクイーン対策なんですけど、サバみたいな動画をまた見させてもらったんですけど、防御力無視して、この防具の下の防具ゲージみたいなのあるんじゃない、あるじゃないですか。あれを無視して、8ダメージ与えてくる、なんか8の固定ダメージを与えてくる攻撃をしてくるらしく、それでかなり苦戦することになると。で、やられたら、もう、回収とか関係なしに、この持ってるやつを全部ロストするということで、勝つ方法としては、防具と武器をある程度やっぱり用意しておいて、でもゾンビ戦法で行くしかないらしい。でそのゾンビ戦法でその HP が6000なんですけど、6000削るまでに、まあ、どんぐらいそれを用意すればいいのかっていう、その防具とか武器とかを用意すればいいのかっていうのがもう本当果てしない数字になると思うんですけど、ちょっとクイーンに備えて、まあそれをめんどくさいけどやんなくちゃいけないので、とりあえずクイーンの今回はまず、キング、プリンスをちょっとステイさせてから、クイーン装備が置いてあるチャレンジダンジョンっていうのもあるんですよ。チャーリーの世界に。だからそれを、チャーリーだっけ？チャーリー、ん？違うな。何アリだあれ？不安定なアリーの世界。アンステーブルアントの世界に行って、クイーンのチャレンジダンジョン、チャレンジダンジョン？チャレンジタワーだっけ？なんか忘れたけど、そこ行って、クイーン装備をゲットして、で、あとは、ちょっとモブジラトラップ。ちょっと今回作っていこうかなとちょっと思ってます。やっぱモブジラの装備を量産して、あと武器なんだけど、いや武器はねビッグバーサをねちょっと量産しようかなと思ってます。まあでも相当めんどくさいけど、もうやるしかないよね。もうやるしかないんで、もうやります。よいしょ。じゃあとりあえずテレポートで、ちょっと待って、どこだっけ、どこにステージ、プリだっけ、こっか。お、びっくりした。おいたいた。で多分今の状態だと、ステイされてないので、で、これで右クリックすると、あ、このように、今、尻尾がピーンってなりましたね。これで多分今、ステイ状態なんで、で、これでもうね、攻撃しないはずっていうか、ここにずっと居座ってる設定になってるはずなんで、じゃ、これだったら、まあ、家の近くにいてもいいかなって思うんで、ちょっと、こいつを家の近くまでちょっと、送りたいと思います。ゴミはどっちだ？ゴミ、こっちか。まあ、ステイ状態だったらね、まあ、攻撃もしないと思うんで、降りんのむずくね。まあ、いや、覚悟を決めて落ちるか。いった。あ、そのためのあれかな、落下耐性なのかな。で、これ多分、こっち行けばこっち来るっしょ。あ、オッケーオッケー、ついてくるついてくる。で、これでステイ。待って、ステイ。オッケー。あ、ステイした？ステイしない。待って、おい、暴れんな、おい、暴れないでくれ。おステイした、オッケー。で、これで、まあ、家の前に待機させることができると。迫力が半端じゃねえな。毎回家からこの景色が見れるのか。いいな、なかなか。というわけで、じゃあまず、クイーンのチャレンジダンジョンを探しに行きたいので、アンステーブルの方に行きたいと思います。まあ、用意はもうこんなもんでいいのかな。というわけで、ちょっと行きたいと思います。こいつかな。アンステーブルアント。よいしょ。で、これでまた、探索か。だるいな。また探索しなきゃいけないのか。動画外でやっとけばよかったな、畜生。はい、ベビードラゴン。グリーンまで、ちょっとグリーンまで一回飛ぶか。グリーン飛んで、で、側面が、ルビーになってる、
5階建てのダンジョンがあるらしいんで、ちょっとそこを探したいと思います。おお、なんか早速あった。これはこれ低いなこれ3階建てか、これ低いな。そう、最近ポケモンのサンムーン買いまして、で今実況もしてるんですけど、多分ね、このマイクラ目当てで登録してる人にとっては、もうただただ通知がうるさい動画だと思うんですけど、もうめっちゃ上げてるんで、ちょっとそれに関しては本当申し訳ない気持ちでいっぱいです。でもなんか、やっぱ新発売って、やっぱその発売日からもう少し経っちゃうともう伸びなくなっちゃうのね。だからもう今上げまくらないと意味がないのね。その、ポケモンサンムーンは。だからちょっと今だけちょっと許してください、この暴挙。お、これは？これは4階建てだね。あれ、この上のやつなんだ？え、こんなんあったの？おぉ、クラウドシャークめっちゃ出てきた。待って、ちょっとなんか中身気になるわ。あー、なるほど。オーマイガー。あー、もう、興味ない。すいませんでした。めっちゃ出てきた。すいませんでした。ん、あれか。トリフィードのやつか。あ、トリフィード一応買っとくか。クイーン戦の時にビッグバーサを大量生産することになるんで、ビッグバーサ大量生産することになるんで、今のうちにちょっと素材をたくさん集めておこうという気持ちで、ちょっとトリフィドに今から挑みたいと思います。どこまで行くのお前、どこまで行くの。行っちゃった行っちゃった。あ、これ、あ、なるほど、ノックバックか。これ多いね。グリーンゴーが大量だ。いいね。まあいいや。おー、出てきた。ほらほらららら。そう、すぐ葉っぱが閉じちゃうな。で、このグリーンゴー、だいたいどんぐらいだろう。62か、もう62もあれば十分かな。あ、じゃあもうこれ倒して、ちょっともう先行くわ。よっしゃ、これでも先に進みたいと思います。探索続行。おー、ナイトメア。もう、うちにはもう、ガーディアンソードがあるからな。わ、でも意外と体力高いな。よいしょ、オッケー。さあ、夜になったからガンガンナイトメアが出てくるけど、巻きにしないでいきましょう。お、何これ。うわ、ナイトメアのスポーンだ。怖っ。えぐ。うわ、たくさん出てきた。まずこれノックバックで、あれだ、旅を円滑に進めてくれるやつじゃないこれ。うわ、後ろからめっちゃ来てる右上のミニマップ見て、後ろからめっちゃ来てるわ。ちょっと趣変えて横に進んでみるか。おこれは、お、これ来たんじゃね。 1,2,3,4,5,6 来たー。クイーンの6階建て。よし、あったよし、これを今から攻略していきます。よろしくお願いします。ということで、いや、あ、もうアルティメット壊れてんの、マジか。まあいいでしょう。まあとりあえず、まあ恒例の上からポーン作戦で上からポーン作戦でいきたいと思います。で、まずナイトメアのあれを破壊したいところ。いくぜ、せーの、ほっ。あー、無理や。くそ。一回離れて、こうやって一個ずつな。一個ずつ破壊していくんだよ、こうやって。さあ、狙いを定めて。さあ、お前ら早く散れ、どっかに。散れ、お前らは。行くか。せーの、ほっ。よし、終わった。よし、来たー。オッケー。やばい。あ、だいぶ取られた、今。ワンパンだったこれでワンパンだった。なんだよ、もう弱えじゃねえかよ。びっくりさせんな、おい。あ、そう、このチャレンジダンジョンでさ、あ、てか待って、これほっとかなか。わ、出ちゃったもう最悪。はい、あ、まだあんだ。オッケー。で、これ思ったけど、これをやることによってこのビッグバーサーの素材も集まるっていう、なんだこの一石二鳥じゃんやったぜ。あ、いいね、これいいね。チャレンジダンジョンいいね。 T-Rex とかだっけな。お、ナスティサウルスか弱、なんだこの弱さ。ちょっと待って、行って、出ちゃった、クソ、手こずった。よいしょ。こいつはなんか素材落とすんだっけ。こいつは鉄だけか。鉄だけっぽいな。じゃあいいや。おいしょ。で、毒か、これ。あ、だ、毒のせいだ。なんか、毒のダメージのせいで、なんか全然壊せなかった。ああ。待って、これワンチャン死ぬかもしんないな、これ。
よいしょ。ふう。よし、じゃあ次行きましょう。よいしょ。お、ヘラクレス。こいつも確か素材のハンマーを落とすから。ノックバック結構えぐいな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。オッケー。デッドハンマー、ハンマー。これハンマースタックできないんだっけ？それつらいな。なんでスタックできないのを素材にしたかな、ビッグバーサー。もうそれは素材って言わねえよ、もうスタックできないのは。武器で武器。